はい、皆さんこんにちは、中田ベジャガジーです。ということで今日はロビナタウンセンターに来てます。今ウルワースのスーパーマーケットの前ですね。これから買い物をしてロビナをね、ショッピングセンターをちょっとブラブラしたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴパン屋さんがあるんですね。パン屋があって、フルーツ、そして肉屋さんが奥にあります。マッシュルームとズッキーニが。ズッキーニはこれだ。ズッキーニを買います。キロ6ドル90セント。でかい方がいいかな。はい、マッシュルームはね、キロね、ターキッシュブレッド、ターキッシュブレッドはどこだ、ターキッシュブレッド、ターキッシュブレッドはどこにあるのかが分かりません。あんまり買い物、ここはね、あんまり買い物来ない、初めてだったかな、このスーパーは初めてかもしれないので、ターキッシュブレッドがどこにあるのか、お寿司屋さんがある、どこにあるか分かりません。じゃあ肉屋。クニ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 卵、ありません。ダッシュブレッドは見当たりません。この辺はチーズとかな、ジュースとか、ジュースとか、ジュースってですね、この辺がバターですね。今日はね、火曜日の午後ですね、もう3時半、4時スタート、4時かな、4時で、こっちが見る冷凍ですね。はい、パイ、ミートパイ、ピザ、暗いな、電気が、アイス、氷、ないな、サーモン、サーモン、この辺かな、うん、20度サーモン、サーモン、I'm looking for サーモン。
ですか。オッケー、オッケー、行ってきます。会ってみたいと思います。一緒に会って。これで金額がいくらかな。8ドル53セントかな。はい、以上です。3も売り切れでした。納豆もうどんも売ってますね。そばも売ってます。たこ焼き売ってます。豚骨ラーメン。何を買いに来たというと、餃子の皮ですね。手作り餃子の皮を買いに来てます。ラーメン。UFO。最近流行りの、こんなの売ってますね。残すソース。明太子、ペーちゃんとかもありますね。カップヌードル、これ6ドル6で高いですね。これ8ドル8ドルカップラーメンの6ドル60。餃子の皮が売り切れているから今日入ると思ってたんですけど、火曜日ね、はい。Excuse me?Have you got that this? Friday. A Friday? Yeah, not Friday, today. Friday afternoon. Okay, thank you very much. はい、というわけで金曜日のね、午後に入るということで以上ですね。じゃあお買い物も終わって帰りたいと思います。日本と違ってね、行けば買えるという感じじゃないですよね。もう、サビキも売ってないし、サーモンも餃子の皮も売ってないということで。4時45分ぐらいですね。というわけで最後までご視聴どうもありがとうございました。今日はですね、火曜日の午後、ロビナタウンセンターでちょっとお買い物ねしてきました、まあ、こんな感じでエコバッグ持ってね、できましたけども、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高田ビタカジでした。それでは See you next time. バイバイキーン。またねー。イエーイ。